Welcome to your source of Japanese gaming, arcading, and everything crazy here in Japan. Today, I'm in a secret location to check out where they're making Starwing Paradox. We've talked to the producer, assistant producer, and sound director about what goes into making an arcade game. Check the links in the description. Now, I'm at a factory in a secret location to watch it all come together. Whoa, this is great. Whoosh. Gotta be quiet. Oh, I wish I could show you guys. There's like, I can't really say, secret stuff everywhere. So I'm looking for Mr. Nuno. Like, Tanzawa producer told me I could find him at this location. I think that's him. Just there. Okay. So I'll go check. Sumimasen. もしかして、布さんですか？あ、はい、そうです。あの、丹沢プロデューサーから話を聞いて、ちょっと勝手にいいですけど、あ、はい、やってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伺っております。お願いします。台東の布と申します。星と翼のパラドックスの、筐体側のプロデューサーを担当させていただいております。今実は星と翼のパラドックスの筐体を、はい、今組み立てているんですけれども、見ていいですか？よろしかったら。いや、見たいです。見ますか？そのために来たんで。あ、はい、見たいです、はい、いいですか？はい、お願いします。はい、こちらに実は、はい、じゃあ行きましょう。いいですか？The Starwing Paradox cabinet is made up of several large parts. The monitor section, chair,and side panel being the biggest. けど今回の星と翼のパラドックス、はい、の企画書を見た時のそのどうしようとかどうやっていこうとかなんかありました？多分最初に企画書をもらった時にこういう筐体を作りたいみたいなイメージイラストみたいなのが多分書いてあって、はい、それを見た時にこれはちょっと大変なことになるな。その時点でまず筐体が大きいモニターがあって椅子があってこの椅子が動くみたいなところまで最初の段階であって、うん、かなりチャレンジングな筐体になるだろうなとは思ったのが、はいはい、最初の印象ですね。苦労した部分とか、 なんかこうもっとこうしたかったのができなかったとか実はこうなったところだったりします？やっぱりあの動くっていうところが一番の特徴だと思っていて、それをお客様にどう伝えるかっていうところで、どう動かすかっていうのの動かし方はだいぶ検討しまして、実は最初思ってたのとは若干違う方式を取り入れてるんですけれども、はいはい、むしあのよりあの体感性は高まった形にできたかなとは思ってます。その変わった理由っていうのはどういうところですか？安全性とか。安全性とか生産性とか、はい、あとコスト、いろんなものを鑑みて、はい、こっちの方がベストだろうと思って、うん、今の設計に変更しました。まあ、さっきちょっと軽く筐体見たんですけど、はい、結構その安全性が、はい、まあ、いろいろこう考えられるというか、こうなんか枠に行く、ね、そうですね、あったりとか、はい、あとなんかセンサーがちょこちょこあるんですけど、はい、それはどういうふうにこう考えて作るんですか？まあ、やっぱり楽しくお客様に遊んでいただきたいんですけれども、一方でこれで怪我したりとか、ちょっと気持ち悪くなっちゃったりだとかで悲しい思い出を持ってされてもとても悲しい、はい、僕らも悲しいので、それがないようにできるだけそこら辺を配慮できるような機構を盛り込んでおります。もう一つちょっと気になったところがあるんですけど、はい、まあ、筐体がすごい、まあ、いろいろあって細かいところちょっと気づいちゃったんですけど、 USB の口があったんですよ、はいはい、スマホとかを充電していただけるように、その口をつけてますし、はい、一応あの、まあ、さっきの安全性とも絡むんですけれども、荷物置き場みたいなのを作らせていただいていて、うん、それをあの置けるような場所も用意してまして、うん、まああの、はい、長い時間というかゆっくりリラックスして座って遊んでいただけるような環境を用意したいなと思います。あの、まあ、今日作業してるところを見たんですけど、はい、まあ、これ言うのはちょっと悪いんですけど、布さんは何もしてなかったですけど、はい、見守ってる。見守ってるんですか？はい、そこは大丈夫ですか？あ、一応あの専任というか技術スタッフにやらせていまして、はい、彼らが
実は、今回筐体組み立てているんですけれども、この筐体の設計から今回の組み立て最初から最後まで、はい、面倒を見させていただいている形で、彼らは、通称メカヤって呼ばれているような人間があるんですけど、はい、この設計をする人で、他にも、電気周りを設計する人だったり、デザインを管理する人だったり、まあ、割といろんな人間が関わってこの筐体を作らさせていただいているんですけれども、はい、そのスタッフを、まとめる役的なものをやらせていただいているのが僕になります。そう、出来上がったものを見てどういう感想というか、どういう感じでした？そうですね、ちょっと我ながらっていう感じですけど、我ながらとてもかっこいい筐体ができたなと思うし、割とこれが本当に、まあ、今できて持ってって最初に遊んでもらってる瞬間とかも見ると本当に来るときは、あ、ちょっと今でも泣きそうになってるんですか？それを想像するだけでもう来るぐらい。あ、いいですね、はい、じゃあちょっと僕も乗っていいんですか？あ、全然ぜひ、はい、じゃあその座ったときに何か注意っていうか、その注意っていうか注目すべきところあるんですか？なんかここはすごい考えて作りましたね。一応ですね、本当にロボットのコックピットに入ってもらってる感を演出したいなと思いまして、ちょっとそこら辺が伝わればいいかなと思います。例えばどういうところを見てですか？あ、もう本当にアニメの主人公になった気分でロボットにこう乗り込んで座って、はい、よし出撃だみたいな、そこまでのところが、はい、すごい。まだ聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、乗りたい気持ちが勝っちゃってて、はい、乗っちゃっていいですか？ぜひ。ありがとうございます。じゃあちょっと乗らせていただきます。That's all for this time. Make sure to give us a like and subscribe to Edamame Arcade Channel.